どうもみなさん、こんにちは。千代田光月さん、あげども覚えて帰ってください。さあ、今回ですね、腹決めたよということで、えー、全超フェス、およびアルベルを使用禁止として、えー、打ち入り3時メインで、リーグスコア1万を、えー、目指していこうかなというふうに思います。はい。これ、第2回目のチャレンジでございます。はい。えー、おりん環境の時にですね、ジンベイが出た当初、あのー、同じような企画でね、<laughs> まあ、挑戦した過去がありまして、 あの、その頃は、超ベスと、歌とキングを使用禁止としていたんですよ。その頃、その、本当にもうあの人たち超別級に強かったんで、で、今シーズン、この、今の環境は、まあ、アルベルが、それに匹敵するかなっていうふうに思ったので、まあ、アルベルをね、えー、使用禁止として、えー、やっていこうかなというふうに思います。はい。あの、今シーズンは本当に3時メインでずっと潜ってるんですよ。使用率100%ですね。 裏のキャラは、キングがメインで、で、まあ、ステージ直して、あとは、あの、ベラミですね、緑の、あのー、ね、シャボンディとか、ドレスロードが飛べるステージで今日被ったりするじゃないですか。なんで、そこで使うようにしてますね。で、今は、これ、あの、今朝、撮った動画なんですよ。多分この動画9時とか9時半くらいに上がると思うんですけど、えー、今朝撮ってきた動画で、ちょっとね、こういう狭いステージ、あと裏撮りしやすいステージは、あの、クイーンを、 入れてますね、まあその3人でうまいこと回してますねはいでまあこのあのー、その半年前くらい挑戦した時は、まあ、いろんなキャラ使ってたんですけどやっぱりねまあ、その推しキャラ自分の本当にこう大事なねえ大好きなキャラでまあ、一番スコア達成できたら楽しいかなっていうふうに思ったのでまあ、そこをちょっと今回はね目標に。 えー、一つ目標にやっていこうかなというふうに思ってますはいでえっと最初めちゃめちゃ沼りましたね <laughs>、えー、初日ランキング外ですね初日と、うん、最初の2日間ぐらいリーグ始めのあの時はやっぱ本当にもう地獄でしたね今大体4 5四五千位ぐらいにいるんですけどもやっぱここら辺に入ってくるとさすがに、あのー、超,超過してくれるんですよニカとかオリンとかが ですやっぱそのランキング外はあの基本的に超過してくれないのでやっぱそこら辺がね、やっぱこうなかなか勝,あの勝率の上がらない要因だったので本当に厳しかったんですがだいぶマシになってきました。えー、でね、この2価を KO するサンジのシーンが結構かっこよくて難しいんですけどやっぱバジュラング吐履かせないゃいけないですね。 横バースト。これめちゃくちゃかっこよくないですかあんまりこういう画角での3時の KO ってないんで、ここはね、本当に貴重でした。はい。いつかサムレン使うかもしれませんね。で、何の話でしたっけね。<笑><笑>えー、まあ挑戦してますよっていうことでね。まあ、だから本当に3時ばか使ってんで、割とね、キャラランキングを結構上にいてて、別に3時のキャラランキング結構上に行って別に3時のキャラランしてるわけじゃなくて、ただその1万スコアをメインにね、あの目標に。 えー、めぐ、潜ってるだけですね。えー、で、残り約10日間ですかで、今は大体僕2300、200ぐらいなんで、まあ、1日あたり800あたり、800スコアぐらい盛らないといけないというところで、なかなかに、こう、地獄ですよね。<laughs> 本当に。やっぱりね、こう、今、超フェス本当にゼロなんですけど、いかに気泥がぶっ壊れてるかっていうのを、体感できる。本当に終わってる、あの人たちは。マジで。 無理やり旗抜くでしょちょっといいですかみたいな感じで。で、スキル4つあるでしょ無敵スキル2つあるでしょやっぱりね、おかしいですよね。<laughs> 本当に。サンジ君も、あの、気泥相手には結構強く出れるんですよ。あの、キットはもう無敵スキル使っちゃったらね、使われてしまったらもうね、本当に8割ぐらい体力持ってかれるんで厳しいんですけども、まあ、ローはまあ余裕で見れるんですよ。 で、ニカに対しては、まあ、今ね、こうやってやられてしまいましたが、まあまあまあ、割かし倒せるようになりましたね。やっぱその、こんだけ使ってると、サンジの経験値もね、こう上がってきて、だいぶ、あのー、僕の中でも、仕上がってきました。サンジのムーブが。うん。で、メダルは、あのー、ちょっと前の動画で、ね、紹介させていただいた、クリティカルサンジですね。はい。まあ、ジャスカイしないと始まらないっていうバチクではあるんですが、 やっぱこれね、なかなかいいですよ、本当に。やっぱそれ取っただけでやっぱ火力と、ね回復して、で、スキルも回復して、結構いいメダルなんでね、本当におすすめです。クリティカルサンジは。で、メダルとかね、パーティーの紹介は、あの、最後をさせていただこうかなというふうに思ってます。はい。えー、なかなかにレベルアップしてきました。パーティーが。もうサンジのためだけに、今いろんなキャラをオーバブー進めてるんで、もう、いや、すごいですよ。 このもう3時のために特化した、あの特訓枠、3枠すべてそうなので、で、3時のオバムう結構進んでいきました。もうちょっとでね、いやもうちょっとでもないけど <laughs>、あの3にはできるかなっていうところで、2から3にね。本当は52マスにした時にこの企画やってもいいかなって思ってたんですよ。ただやっぱこの新環境を訪れる前に、まぁちょっとやっておきたかったかなっていうところでね。 うん。まあね、あとはまあ、12月最初ちゃうと僕もね、お仕事的に忙しいので、そんなバウンティーに打ち込めないっていうところでね、うん。まあ、今シーズンさせていただきました。あの、CS 参加をかけた、この期間でやるのは、正直、嫌だったんですよね。うん。できればね、あの、あんまりみんなが潜ってないなんか、やりたかったかなっていうところで、まあ、いろんな人潜ってるんで、結構ね、まあ、 あるじゃないですか。あ <laughs> んまりね、言えないですけど。ね、あれですよね、本当にね。で、えー、まあ、ほん達成できるかね、あのー、わかりませんが、でもまあ、最後まで、えー、やりきろうかなと。で、まあ、これ、できたらね、本当に、三日会の方々にとっても、希望になるのかなっていうところでね。まっぱ、超フェス置いてしまうと、ね、そこにニカとか、カイドウとか裏に置いてしまうと、それで上がったんじゃないのっていう風になってしまうんでね、まあ、それはないように、進めていこうというふうに思います。 はい。ということでね、え朝の2000を、えご覧いただきました。で、僕が使っている、えパーティーがこれですね。やっと170%いきました。キャラタイプ。アタッカー、ゾーン系、新世界を込み込みで、170%。いや、これがね、なかなかに、やっぱハードル高かったですね。緑属性の、ゾーン系のハードルはえぐいですね。 あのー、この、フーズ風が最近100レベルになったんですよ。これの、このおかげでね、あのー、誰でしたっけおソマスク入れれたりできたので、52マスの。なんで170%いけましたね。ルッチも、もうちょっとで、えー、なります。<laughs> あの、52マスに。ここも楽しみですね。で、マリアも入ってくれて、いやー、ぐんぐん、すくすくと、うちの緑パーティーは座ってくれております。で、サンジ君は、 え、今、ここら辺ですね。33。もう126なんで、もうちょっとですね。はい。いや、本当に、もうすぐです。サンジ君も。うーん、まだ3ヶ月以上かかるか。まあまあ、かかりますが。でも本当に、ね。あともう一歩のところでいますね。で、プラノクイーン君は、まあこんな感じですね。まあ動画でも出した。この子もあれですね。クリティカル系の、あの、ダメージ現象のやつですね。はい。もうカチカチクイーン編成で、え、やらせていただいております。はい。まあクイーンか、キングか、 ベラミーか。まあ、この三人で回して、えー、ね、サンジ君をしっかりサポートして、え一、ー、万スコアを目指していこうかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね、商品数使ってないんで、あのー、リーグであった際にね、もしかしたらご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、えー、お手柔らかにお願いします。ということで、今回はね、ここら辺で終わります。お相手は千代田小木でした。それでは皆さん、さよなら。